多すぎやろ。燃えろー。こっちが燃え尽きたわ。皆さんただいま戻りました。ここ数日間喉を痛めてしまい休んでて申し訳ありません。もう完全復帰の一歩手前ぐらいだ。なんかね、喉は全然痛くないんだけど、ちょっとだけ鼻声になっちゃっちゃんね。まあ心配しなくても大丈夫なレベルだと思います。それじゃあ本編入っていきましょう。どうも萌えキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、キャストロームバップ2ザ・バプニングということで、バップっていう意味が全然わかんなくって訳せなかったんだけど、ぜひわかる方教えてください。で、このコース久しぶりに帰ってきたにもかかわらず、めちゃめちゃクリア率が低いで、ただみんなわかってほしい。こんな難しいトロールコースをクリアすることによって、ピオキングはもう大丈夫だと。何を言ってるんだ俺は。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.47%。 まあね、いきなり叫び散らかすと心配する方がいるかもしれない。だから今日は発狂少なめでいきたいと思いません。今までのストレスを全て吐き出してやろうではないか。開幕テレーサー。大体分かっちゃったよ。この息アップを取り続ければやられるんじゃないかなっていうことぐらい。まあ僕の動画の儀式みたいなもんだね。儀式ってなんだ儀式って。そしてこの石エッジは下に降りてきて魚が出てきましたけど、さっきオープニングで燃やしてしまった魚かい。焼き魚だ。このコースター説明文にグリッチフリーって書いてたんだけど、グリッチフリーってバグを使用するみたいな感じじゃなかったっけ。さあ次は魚が出てくるってかい。何も出てこないのか。ラスのものまででもしようかな。帰ってきて早々壊れすぎてやしないか。ピオキング、もうちょっと抑えてもいいんだぞ。また喉を壊しちゃうって。こんなテンションでやってたら、これどうやって鍵手に入る。あ、右に行けっていうことなんじゃ。ただ僕はすごく気になっているところが一つあるのさ。上だ、このハテナブロックは何が出てくる。ふざけるな。もうお遊びは終わりにしようじゃないか。早くこの鍵扉に入りたいんだ。この画面だけでどんだけやられてるんだ僕は。じゃあ石足を一旦落とす。そういや最近コメントでさ、頼むからもうちょっと必死さを出してやってくれって言われたんだよね。これでも僕結構ちゃんとやってるつもりなんだよな。まあふざけてるかもしれないけど、じゃあもうちょっと必死さ出していこうか。この扉に入って必死さ出していきます。あっ、体体体ゴー。じゃあ今のどうやって避ければいいのよ。あ、すぐ右に行ったらダメ。皆様ごめん、遊ばせですわ。ヒントを見逃してましたの。まずこのメットをかぶってこの扉に入っていく。そしたらさっきの火がかわせるっていうことですわね。さあ行きますわよマリー。オンオフブロックはしちゃいけない。しちゃマグマに落ちるからね。左が開きましたわ。左に行けっと、そういうことですかね。じゃあこのオンプブロック、何か救世主。地獄の坂までレッツゴー。レッツゴーしないですわね。あ、右に進める。こっちで合ってたんじゃないの。さあ行きましょうかマリ。何か出てきてるけど。全然大丈夫さ。さあ行くぜマリ。このおはてなブロックは、なるほど、上に行けと、そういうことですかね。あ、このだけか。僕一つ裏技に気がつきました。あの四角の枠に追っておけばカロンの甲羅が履けるんじゃないのか。そしてワンワンを出しておく。どっか行ってこいワンワン。そしてワンワンはもう来ない状態で、このボム兵を出したら先に進める。さあ暗いエクスプローション。ちょっとずれたな。なんだてめえ。そういや最近久しぶりにタクシーに乗って、めっちゃ変な運転手さんがいたから聞いてくれる。タクシーに乗った瞬間、兄ちゃん山登りするかって。いや僕しないですよって答えたんだよね。普段しないから、そういうことって。でそしたら、そうかい、最近天気がおかしいからのって。でそういう問題じゃないのよ。おかしいのはあなたの頭なのよっていうね、ツッコミをグッとこらえてたらさ、運転手さんが窓全開しだしたのよ。約60キロで走ってるのによ。そして滑舌もめっちゃ悪いからさ、その人みたいな。で僕はいはいはいってあいつち言ってたらさ、そして窓を閉めた時に、気をつけなよって言われたんだよね。いや何よみたいな。逆らおうかー。
ごめんね、僕雑談得意じゃないからさ、何言ってるか分からなかったかもしれないけど、なんとなく雰囲気で察してくれたら嬉しいな。じゃあここはすぐ魚を避けていく。オッケーオッケー。そしてあのどう、隠しブロックがある。いや全部叩かないでおこう。一応右ブラパとか出てくるかもしれない。だから何もしないでこの土管に入っていく。そろそろ中間ポイントあってくれてもいいんじゃないと思ったけど、ここさっきの場所と似てんな。だからこれもしかしてヒントなんじゃない。うわなんかそうっぽい。でここ上ボム兵が出てくるみたいな。違います。えどうしよう、ここ土管があるみたいな。左上になんか行けそうなんだよな。ねなんかさっきの場所とすごく似てる。一旦この先進めそうだから進んでみようか。PLS プラスウルトラ、いや全然違うな。PLS ダイナウ、この土管は入れない。うわここ絶対やられるパターンでしょ。ありがとうじゃねえんだよ。あ、分かったかもしれん。これさ、左のブロック壊されるじゃん。あそこに行くんだよきっと。このカロンの甲羅を入ってあのパックを倒して進むみたいな。あの土管に入ったらいけないってことはこのドアしかないと思う。多分これで先に進めるようにはなっ、左に行けばいいのか。はいはいはい、なるほどね。そして次は上のドアか下のドアか。どっちのドアだよ。一旦上の土管は、上の土管は入れそうにない。ということは下のドアに入る。これで中間ポイントがあったね。左から走っていこうか。頼む石橋、何もしてくれない。走って俺が行くぞ。おりゃー石橋ー、抜けれると思うじゃん、あんくらい隙間があったらさ。じゃあゆっくり行っていいの。ゆっくり行っても取らせてくれるような気がしない。助けて助けて、ちくわ落とさないで。鍋食材で僕が一番好きなのはちくわかもしれないよ。だから僕を助けて、ちくわちくわ。鍋の具材でちくわが一番好きっていうやつ絶対にいねえだろうな。どうすんの、ギリギリ近くまで行こうか。これで多分大丈夫。ここは上行く。上だけわらっぽい予感しかしないだ。なにこれ、ピオキングのマークだったら、おおむね。そんなのにかなわねえよ。さあ、いや上のマークさ、ピオキングのアイコンを左右反転した感じとちょっと似てなかった。まあそうだったら嬉しいんだけど、そんなことあるわけねえだろ。さあここでカロンの甲羅は多分蹴るで合ってると思うんだよな。だからここの場所で蹴ってみようか。多分これでキノコが出るんだろう。頼むキノコ。見事騙されたぜ。わざわざ下に行かなくてもいいってことか。じゃあカロンの甲羅を投げてブロックを壊せばいいんじゃない。一旦鉄球じゃないか見ておこうか。何もないっていうことはここでカロンの甲羅を投げてそれを回収すればいいってことだろう。シュポ名人を舐めるな。そしてここは上か下か。上は絶対罠だと思う。だからここヒップドロップするのかな。一旦してみようか。そこじゃないよマリー、もうちょっと右だ。ここでヒップドロップ。なら残された道は一つだ。ここはヒップドロップをしないで右に行く。バカか俺は。頭狂ってるかもしれない。もうただこうやって上に行けばよかっただけじゃないですか。なんでわざわざ2回も下に行った。何もするな、バレ親父。もう壊れちゃう。これ以上やられたら喉だけじゃなくて頭も壊れちゃうよ。ならどうすりゃいいんだ。見てる方で学校の先生一人ぐらいいるんじゃないのか。教えてくれ先生。先生ピオキング君、ここの問いバネ親父を答えなさい。ここは真ん中にいて何もしなかったらいいっていうことですよ先生。廊下に立ってなさい。いやマジでわかんねえんだってここの生き方が。石エッジが上に上がった時はやっぱりね、隠しブロックで倒せると思ってました。先生教室に入れてください。先生こっち2分の1どうすればいいんですか。じゃあ僕は左を信用するよ先生。こんなのわかるか。いや叫ぶるって気持ちがいいね。喉ってやっぱ大事だなっていうことがわかりました。じゃあこの右のカロンの方ほらにのっぺらぼうさん見てる。その特定した人物を言うのやめろって。わかんない方たくさんいるんだからさ。じゃあここなんか乗れたんだよ。あ、地下ブロックがあるのか。じゃあこの地下ブロックを通してこのカロンの甲羅を取っていく。絶対これで合ってるよ。そしてここはヒップドロップしていいのかい。いやする以外ないよな。だからヒップドロップだ。これが本当のトーヒコ。ブランクがあるみたい。久しぶりに実況するとこんなにつまんないもんな。だからあと2年ぐらい待ってて、このブランクを直すのに2年ぐらい必要かもしんない。でもその2年間ずっと見続けてる。
さあここは投げていいのかい。投げたらキノコ様がどっかに出てくる。待て待てキノコ様。ナイスナイス反射神経、無事にキノコ様取れたね。そしてバネを持ってきたけど、あ、このツタに捕まっておけみたいな、そんな感じだったんかな。この辺のは全部魚かということはこの左でこれバブルなんじゃないの。絶対そう、うん、なんか死に耐久っぽいな。これどういう死に耐久だい。チョロプーを右下まで連れてこいと、そういうことみたいですね。もうこういうのやめろってこれさ、運ゲーじゃんけん。もうちょっとさ、テクニックを要したような。もうそんなピョンピョン跳ねんだって。はしゃぐなはしゃぐな。もう一番左やる、そしてすぐ右。あーなるほどね。これチョロプーが跳ねたらいけないんだよ。跳ねたらいけなくって、ここら辺ジャンプした時に右下にスッと降りる感じで来させるみたいな、こういうことですね。死体救命地を食べるんだ。さーっとと、ここの場面はちゃちゃっと抜けていきますか。まずここでキノコを取った後はダッシュボタン押さずに上に行く。そしてツタに捕まればいいのさ。でここの50個の方行っていいと思う。ダメに決まってんだろ。でも僕は行く男さ、やられると分かっててもね。なんかあれなんもないの。たまには50コイン信用してもいいっていうことが分かったね。さあここのメットを蹴った瞬間の四角の枠に行ってみる。絶対それしかないと思うんだよな。だから蹴った瞬間すぐあの枠に、ここでズン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 ボンガラガシャー。蹴って今度右に行ってみる。こっちに行くのが正解。何止めてんだよ。じゃあこいつにかけるしかない。頼む、成敗されたでござる。言うことを聞くんだベッド。お前はただ転がってればいいのさ。じゃあ今度は踏んで左から蹴ってみよう。そしてこの場所で待機しとく。もう分かんないよ、どうすればいいか全然分かんない。じゃあ右にジャンプしようか。このまんま蹴って右にジャンプだ。これで落ちまうんだ。なんかさ、今めちゃめちゃ出てこなかった、いろんな場所に。どうすりゃいいんだ。じゃあどうにかしてあのトゲソを避けよう。避ける避ける避ける。大丈夫、大丈夫。いやあいつマジ油性マジック。この場面殺傷能力高すぎるって。すぐ右に逃げろってことね。ここで大丈夫。あいつ危ない危ない。右上に行けばいいのかな。あいつ暴れてるな。このまま右上。オッケーオッケー、ここでいいのかい。本当に頼む、そろそろチェックポイントが欲しいよ。トライザパイプ、もう一回土管に入ればよかっただけなのか。じゃあこっち行ったら、またトゲピー。あれ、土管に入れって書いてたよな。ここドアじゃん。土管がないよ。土管、ここ土管。あーはいはいはい、ここの土管に入れっていうことか。わかんねえってそれは。ラン走れ、本当に。いや僕は信じるよ。頼む、合ってて、右を審判だ、常に右を審判。いやーやってない。チェックポイント、チェックポイントを取らせておくれ僕に。またこうもう死に耐久みたいな皆さん来やがって。でもこれはそんなに難しく、あ、わかったわかった、これ上からあのバネを避けて右に行けっていうことなんじゃない。これ僕全然得意かもしんない。バネ避けゲーは得意だよ、見てて。これバネが上に行った時がいいな。そしてここもバネ上に行った時がいいな。でもワンワンのタイミングがちょっと難しいな。ワンワンのタイミングがちゃんと右に来てないと、いや違う、ワンワンが左に来てないとダメっていうことか。やばさあもう集中していくよ。ちょっとごめん、マジで集中するわ。ここだ、よっしゃー。ここ走るは走るでいいのかな。この辺で中間ポイントを取れるっていう感じだよな。取らせろよ。なんだその鉄壁の守りは。とりあえずダッシュしてここでジャンプ、やったなんでさっき取れなかったんだろう。さあこっからは俺のターンだ、ずっと俺のターンだ。もう制作者なんかに邪魔をさせねえ。見とけ、オンオフをする。ピースイッチが来る。ピー、まず上のオンオフを知るでしゅ。そしてこのピースイッチを回収しますでしゅ。そしてここでピースイッチを踏んで左に進みますでしゅ。ドーン。そろそろイケボ実況でやっていこうかな。まあ僕は普通に喋ってればイケボっていうのは間違いないと思うんで、だから普通に喋るだけでイケボ認定されるんですよ。ハハ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 ハ
地獄行くぜ。ジャンプ以外で吐く、それ以外に何があるのかい制作者。じゃあ一番右の方でどこ行ってんだ。ダッシュボタン押してたらダメとかそんな感じなんかな。だから何もしないで、ダッシュボタン押せなかったら取れるのか。カロの甲羅って結構あるよね、こういうパターンが。そしてここはツタ。このツタはどういう意味。あ、分かった分かった。上に隠しブロックがあるんだよ。だからツタに捕まっていこうか。そして左上のハテナを叩いた瞬間すぐ右に行ってみようか。こっちに合ってる。え、全然合ってないね。そっかな。あの隙間に行けっていうことなんじゃない、あの左の方。だからここにジャンプ。オッケーなんじゃない。そしてこれは鉄球っていうことでもないね。分かった、ここでジャンプして右の隙間に行け。多分これが正解だ。思わせぶりなところばっか作りやがって、ワクワクするじゃないか。ほらワクワクするぞ。じゃあジャンプした瞬間ここはすぐ右に行く。多分こっちで合ってるよ。危ないね。全部上隠しブロックがないね。さあここのハテナブロックは何なんだい。右のブロックを壊してくれる。オッケーオッケー、絶対そう来る。なんか来るよ。この辺で待機してるってことはいい。日本語喋れてねえんだよ。さあここは、下に普通に降りてっていいと思うんだよな。でこのどす、いや絶対なんかしてくる。この砲台急に下がるとかさ、何もしないで一旦右に行ってみようか。あ、ここのオンオフを変えろってことね。だからオンオフ変わる何か出てくる。だからすぐ右に行く。そしてすぐ上だ。絶対やられたと思った。さあこっちは入れないよ。どうすればいいんですかね。ギリギリを狙っていけっていうことなんじゃない。この辺か。オッケー、なんでそっちに行くの。嫌だ、中間ポイント戻しは嫌だ。やめて、どうかなんない、頼む。なんかあったよ。殺される、このゲームに殺されるよみんな。久しぶりに帰ってきたのにこのコース鬼畜すぎやしないかい。じゃあ次は土管に入らないようにしてこのドアに入っていく。さあそろそろゴールがあってもいいと思うんですけど、多分この土管でやってる。次はもうあの靴のところ怪しくない。絶対安角ゴールだ。うわここはすぐ右に逃げればよかったと思うんだけど、この靴が絶対ゴールだと。いやゴールだよな。え、これ下に行けないの、頼む。すいません、悔しすぎて言葉が出なかったです。ゴールがそこにありな、分かってんで。おとなしく触れさせろ。靴の方に行ったらダメっていうのが分かった。ならばこの土管の方に行けばいい。土管にありませんね。あ、この雲のところなんじゃない。え、違うみたいだね。そして何この音符。にゃんちゃんあるよ、全然あるある。この上に行けば合ってる合ってる。やった。これでゴールができるのか。下から行く、上から行く、いやここはかっこよく上から行こうか。こっからジャーンプ。あ、そっか。これブロックがないのか。バカしてんじゃねえ。すいません皆さん、最後にとんでもない失態を犯してしまって、じゃあここはボム兵に壊してもらって、下から行けばゴールできたっていうことで、本当にゴールさせてくれんのか。やったいやこれ本当に鬼畜だったね。でも作りとしては最高に面白い。このね、作ってる方はベアさんっていう方なんだけど、この方ね、トロールコース界隈の中でも有名な方なんですよ。いや本当にすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあツルコースは一発マリオ、一発マリオシャープ16ということで、サムネを見る感じで火を吹く巨大なパックンフラワーが雲に乗って階段上に設置されてるんだけど、こいつらをどうやって抜けるかだよね。多分あの雲どっかに隙間ができると思うから、その隙間を狙っていくんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.4%。 これまでね、たくさん一発マリオやってきて、階段上に設置されてるパターンはたくさん見たことあるんですよ。ただ雲に乗ったパターンは初めてだよな。どんな動き、うん、意外と上下で動くのね。しかもこれ意外と隙間ないな、うん、どこに行けばいいのよ。全然隙間なくなかった。ちょっと見てっていいかな。あ、今じゃない？なんか開始2秒ぐらいでさ、右の方隙間できてなかった。あそこ狙ってってみようか。絶対そこが穴だよ。だからどのタイミング、このタイミングか。違います。まあ今ので大体タイミングは掴んだぜ。どけー。
むずいねこれ。いや本当にこの先行けんのかな。なんか狭すぎて行ける気がしないんだよね。もうちょっとタイミング早めてみようか。いやこれ、あ行ける行ける、なんか行けそうじゃなかった。多分もうちょっとジャンプすればゴールできたかもしんない。ゴールが見えてきましたわ。どこの？早すぎてもダメ、遅すぎてもダメ、なかなかシビアなタイミングですね。なはらー、あえてめちゃめちゃ遅く行ってみる。もう綺麗な整列見た今、もう綺麗な黒になってまあまあ遅すぎたらダメっていうことが分かった。じゃあ早すぎていってみよう。じゃあやったっけ、マリーが雲に当たるか当たらないかのタイミング。うわー今絶対行ったと思った。もうちょっと行ったと思ってガッツポーズ決めてたよちょっと右手グッてなってたまあでも行き方分かったね。これで行ってみせようじゃないか。やったこれが有言実行できる一発マリオ名人の実力ですよ。まあ今回の一発マリオ、右に行くタイミングとかジャンプするタイミング、すごくシビアで難しかったけど、とても楽しいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてミオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。